ポンテ。はい、今日はホームゲームリガーレビア葛飾戦です。時刻は9時30分です。これから背番号14番の西名選手の車に乗せてもらって会場に移動したいと思います。ここから、連戦がスタートすると後半戦ですね。もちろん僕たちは勝つことが絶対条件ですし、他力にはなってしまうんですけども、僕たちができることはまず目の前の相手に対して全力で戦い抜いて勝利をつかみ取るっていうことだと思うので、相方のね、ゆうたも北九州2勝目上げてましたし、すごく刺激をもらいました。で、久々の札幌開催ということで、友達であったりたくさんのお知り合いが応援に駆けつけてくださるということで、見に来てもらう方たちにも非日常であったり感情を揺さぶるようなプレーを表現できたらなって思います。ということで、早速会場に向かっていきましょう。おはようございます。おはようございます。久々ですね、ホームゲーム。頑張ります。ん、あ、すごすご、めっちゃ、おはようございます。おはようございます。頑張ります。はい、おはようございます。おはよう、ポンテ。ありがとうございます。ありがとう。ポンチャ。サツさん、これはポンチャ。はい。何をしてるんですか、皆さん。これですか？来場者プレゼントです。来場者プレゼント。うちのアカデミー生です。よろしくお願いします。ありがとう。よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様です。お疲れ。ありがとう。かわいい。Thank you.
の勝利をこの手にしました。ベストバッター発見よ。ナイスゴール、ありがとうございます。全勝でいきましょう。全勝で、全勝で、はい、頑張りましょう。そうだよ。ナイスシュート、初ゴールです。ラストお待ちかね。はい、ありがとうございました。施設も頑張りましょう。はい、ナイスゴール。あ、でも勝ってね勝ってねナイスゴール。ありがとうございます。次節に向けて一言。あ、次節もしっかり勝利をして勝ち点を積み重ねれるように、また明日からしっかりトレーニングしていきたいと思います。ナイスゴールでした。ありがとうございます。はい、ということでお疲れ様でした。はい、試合を終えて片付けをして家に戻ってきました。結果としては8対2で見事勝利しました。まあ、僕自身も最後ごっつぁんですけども、ワンゴール決めることができてホッとしてます。今日は F リーグ理事長にもなった松井大輔さんが試合に来てくださったりとか、チームとしても、まあ、一大イベントとして試合を開催したわけですけども、来場者も1400何人っていう風に聞いて、非常に多くの方が来てくださって、そんな中で、まあ、こういったねゴールをたくさん決めて勝利できたっていうのは、見てくださってる方にも非日常であったり、こう喜びとか、まあ、感情のね揺さぶるような、そういったものを届けられたのかなと思います。改めて応援ありがとうございました。まだまだ可能性は残されているので、一歩ずつ着実に積み上げていければなと思います。いやー、たくさん知り合いとかスクール生とか見に来てくださってる中でゴールを決めれて本当に良かったです。喜んでくださってました。それが何よりのホッとしてます。次は一周空いてホームでアグレミーの浜松を迎えての戦いになります。ホームの声援をね後押しに、また勝利できるようにしっかり準備していけたらなと思います。そんな感じで今日は終わりたいと思います。また見に来てください。ありがとうございました。